こんにちは、ここどこ長崎です。今日はどこを走ろうとしているでしょうか。そう、高野木町を走っていこうと思っています。今日はアシスタントのさきさんと一緒です。こんにちは、ここどこ長崎アシスタントのさきです。皆さんよろしくお願いいたします。今日はここ長さんと一緒にドライブできて嬉しいです。さきさんは高野木には来たことありますか？はい、チューリップ祭りに来たことあります。今日はチューリップ見れるかな。6月だからチューリップは咲いていないでしょうね。ああ、残念。でも高野木町を一周するので綺麗な海が見れるかもしれないですね。は、綺麗な海見たい。ということで高野木町の海沿いの道路を走って町を縁取っていきたいと思います。ところでさきさんはここどこ長崎のどんな動画が好きですか？もちろん場所当てクイズです。友達も何人も登録して見ているみたいですよ。ありがとうございます。ぜひ視聴者の皆さんもチャンネル登録してご覧ください。ちなみにこの動画はプレミア公開です。チャットもできますのでご参加くださいね。高野木に関わりのある皆さん、視聴者の皆さん、コメントチャットお待ちしています。お待ちしています。ではあとは無言で走っていきましょう。ということで高野木一周してきました。チューリップが見れなかったのは残念だけど、楽しいドライブでした。そうですね。こんなところを撮影してほしい、こんなところを走ってほしいなど要望がありましたら皆さん教えてください。また走っていきたいと思います。私も一緒に行きますよ。では次の動画でお会いしましょう。今日はご視聴ありがとうございました。ここどこ長崎でした。